ここはどこだ。誰かいないのか。アメルダ、ゲッ。この化け物は何をするんだ。恐ろしいか。降伏せよ。我が駒となれ。己。俺？駒？そうだ、運命だ。我々はこうして語り合うことができる。俺の負けん。アルハザードは必ず。俺の心、答え。彼に騙されないで。間に合いました。ラングリッサーを守る騎士よ、光の女神は。何？また会ったか、女。では打ってあります。光の女神よ、我が祈りよ。混沌の魔の手がすでに運命の子に及んだ。歴戦の勇者たちよ、女神。好奇軍、エルウィンがここに。邪悪など。私は青龍騎士団団長、レオンだ。胸を張れ。はっ、幻に過ぎん。行くぞ。少年よ、ここはあなたの夢の中です。目の前の者たちを怖がらないで。さあ、私が導きましょう。まず敵。これが俺の力。ほう、駒ごときが我に反。抵抗するな。降伏せよ。断る。お前より彼らの方が信頼に値する。彼らは俺に。あ、なら全力。こちらの敵は俺に任せろ。まとめて俺に任せろ。準備完了。私も一緒に戦おう。ここまでです。闇は光に。かわいそうな人。ほう、ボロボロの貴様が、ま、ならばこれはど。混沌の名のもと。化け物まで召喚できるのか。この痛み、これは。こう。ダメです。私たちの女神は。
駄な抵抗を。お前がどこにいるかすでに分かっている。ようこそ、冒険者よ。私の名はルシリス。今、この世界は、そこで私はずっとあなたが本当にこの世界では冒険者よ。物資運送中に敵に襲われました。あなたはどうしますか？わかります。無敵の部隊を作るためには何が一番重要だと思いますか？あなたの答えを受け取り、あなたは神はどこにいると思いますか？あなたの答えを、あなたは何のためにこの世界で生存しているのですか？え？英雄になるために必要な条件とは？はい、あなたにとって愛とは何ですか？はい、最後の質問です。あなたは何のために戦うのですか？あなたの答えを、あなたの答えによってこのような結果が出ました。これでよろしいですか？さあ、これからあなたの旅が始まります。自分を信じることを永遠に諦めてはなりません。マーシュ、アメルダ、早く。ごめん、寝坊しちゃった。16歳の成人の日が。喜べ、伝統に乗って。伝統って、私たちより1年早く村の番犬になっただけなのに。何？うるさいぞ、早く来い。あれ？村の入り口で。何？どういうこと？守護神に敬意も払えぬ勇敢たる村長殿、最後にもう一度聞こう。守護神に何を言っているのだ。この村にそんな娘などおらん。村長、ゲニル、早くお父さん。親父、クソ、大勢で囲みやがって。あの人、どうして。魔女よ。何なの。グニル、マシュ。あ、クソ、なんだ。お前たちは何者だ。私か。私は神の代言者、守護神のしもべ。おとなしく魔女を私に渡せ。さすれ。何もしないのに、どうして。魔女よ。なんてひどい神だ。お前の言う、お前らそんな話をしている場合か。
何かお手伝い。私の職業は見習いシスター。少し遠い距離から攻撃ができるよ。私に先に攻撃させて。俺の手アメルダ、そんな攻撃じゃ何の役にも立たないぞ。早く。もう最初のステージは逃げないといけないって誰が決めた。なんだこの魔女は一体何。アメルダが何を言っているかよくわからないけど、アメルダのツッコミはどんな攻撃よりも強いからな。ツッコミ。マシュ、アメルダのツッコミだけじゃ敵を倒せねえ。早く彼女の援護に回ろう。行くぞアメルダ、すぐそっちに行く。俺の出番だ。全部任せろ。俺の出番だ。我が神は慈悲深いだ。何かお手伝いできることありますか。手の内から。もアメルダ、やめろ。ようやく最後の障害も消え。光の勇者たち、ラングリッサーを守護する騎士たち。そんなバカな。アメルダが光ってる。私は失楽の光の女神。光の女神。
どういうことだ。暗闇の封印が破られました。魔剣の影が聖剣はすでに破壊され、俺我がしもべをジェシカを探すのです。宿命の勇士たちよ。マシュ、早く彼女に。これは私の最後の力、エレ。お前たち全員覚えたぞ。お前たちは我が敵だ。モーゼル、光は必ず闇を倒。幻がほざくか。それなら絶望せよ。大司教、魔女が消えてしまいました。この異教の女神を相手にするには私の力は小。この村を全部浄化せよ。老若男女一人も残すな。守護神は我々が剣を罪なき村人たちに突きつけることをお許しにならないでしょう。この村は私が預かります。ボタニクス将軍、どうしてここに。しかし将軍。構わん、ボタニクス。帝国の将軍は守。もしその魔女が守護神の敵ならば、私が必ず捕らえましょう。では、キップ。村、とりあえず。馬？帝国のおった。シベリル帝国騎士団、ボタニクス将軍だ。自己紹介しておく。すまない、君たちを捕獲させてもらう。ボタニクスだったか。あんたは話が分かる人だと思う。聞いてくれ。ここはすでに戦場だ。言葉でなく剣で。こ騎兵隊長、彼らを捕らえよう。了解しました。なめてるのかこいつら。剣で答える。帝国は。おいおいおい、気を。行くぞグニル。どう動けばいい。右側の二人は任せろ。俺のジョブなら奴らの弱点をつける。左側の僧兵は任せた。自分のジョブの長所をうまく利用するんだ。わかった。
できることありますか？俺の出番だ。そこまでだ。何？俺の剣が君たちがた…そんな…ガンビーの大司教は魔女討伐を諦めないだ。だが帝国将軍の名誉に誓って保証しよう。まさか帝国にあんたみたいな人…自分たちが進む道を見つけるんだ。進む。俺たちどこに行けばいいんだ？
また一歩目標に近づいて。クラスチェンジしちゃった。またみんなにご飯をおごらないか。風が暗闇だ。このずっとこの世には絶対死に行くぞ。やん、正解だ。Thank you.
の匂い。みんな、おいお、魔物だ。あ、化け物が正体を。魔物が被害を広げる前に倒すんだ。私は包囲された商人たちを治療しに行くわ。気をつけろマシュ、あの狼たちは騎兵。何か、この魔物たちは私の十字架を怖がっているみたい。君たちはジェシカを探しているのか。光の巫女ジェシカの弟子と。ありがとうございます。あ、じゃあな、おっさん。俺たちは南。ああ、気をつけてな。この森、昼でも魔物が出るよ。ここに分かれ道があるよ。あの方向、まさか正体を襲った魔物。おいマシュ、今はそのあ。でも、もし本当に谷にも、このまま前へ進むか、それとも行くぞ。ここ
の出番だ。行くぞ。